ぽいぽいでしょ、うん、ぽい、いやそれでよ、やっぱよくぞ気づいてくれた。あもうお前は本当自分好きだからな。そうなんですよ、気持ち悪いなお前。あもうなんかね、キャラクリーですね、はい、顔ね、顔からはい、はい、あじゃあお前似てるやつ言ってくよ、ちょっといろいろやってて、うん、イケメンっすねだいぶ、はい、うんうん、あはいはい、これっぽいな。わからんけど。お前これか？違うよ。ほらもう爆笑されてんだよ、スタッフさんに。じゃあ他他他他。一番目は、うん、キリッとはしてないもんね。カラオはね。はい。このシュッともしてないの。シュッともしてない。これだな。いやいや4、5も見せちゃう。これちゃう？いや4は一番違う。でまあ、あと肌の色を決めるかちょっとそれでもそれ込みでじゃあ見して、じゃあ一旦それとして、はい、あと、あ、あ、こっちね、横にね、これ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 、この中で長島っぽいやつやろ、ちょいろいろみたいな、もっか、うん、これかな、何したの。もう違う、これじゃない、これや、俺は青すぎる。白寸前のやつの顔してんねんこれ。よ、二日酔いの俺で。あ、確かにね。こんな顔してますよ。じゃあまあこれでいこうか。目。はい、目の色。目もいっぱいあるんだ。目はまあ青ではないからな。青ではない。まあまあいろいろ見せてよ。赤かっこいいな。緑もいいや。おお、黄色。はい、緑、黄色、はいはい。かっこいいかっこいい。え？はいはい、あ、紫いいな、おいいね、いいね、ターコイズみたいなのあるね、黒、あいい、あいいね、あれこれ目の形もちょっと変わってるんですか、若干違いますね、違うんですよね、あなんか透き通ってる、うわすげえな、めっちゃ種類ある、ね、きれいきれい、え目ん玉だけで結構あるよ、赤の目かっこいい、結構ある結構ある、あちょっと待って、お猫目みたいな細い目、ああよこれできた、なんか、ああお前どんな目してる、あ怖い怖い怖い、あ近くで顔見るのちょっと気持ち悪かったですね、魚人魚人的なちょっとなんか、ね、猫とかそんな感じですよね、はいはい、もうどんどん行こう、あちっちゃめ、ちょっと変わった、はいはい、黒目ちっちゃめのやつやん、これや俺、あまあうんこれや俺、引くな引くな、ごめんね引いちゃいましたけど、で何今度は、あ周りが黒い、えこれどういうことですか、なんか白目が黒くなってます、ね、そういうことだ、白目が黒いんだ、黒目あのもう グール的なやつ、グール的なやつや、あ赤にしちゃ赤、ほら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 グール、あかっけーかっけーこれ、え、はい、あこれは次からは2つある、オッドアイですね、オッドアイ、オッドアイもあんの、大人気オッドアイじゃん、すげえすげえすげえ、結構いろんな組み合わせある、猫目のオッドアイダーもできるんだ、お前が好きなお前コードギアスごっこできるだろ、できるやんこうやってできるだろお前、知るやめなさい恥ずかしいで最後最後これ何ですか、あ真っ黒の、真っ黒、ホラーですね、あーすげえ、完全に気絶した時のとかね、エクソシストとかで、ああ、ね、呪われた人こんなんなってる、これでいきますか、お前どんな顔してんのお前の目ん玉どうなってんの、俺には黒目見えますけども、髪型だから気絶してんねんってお前もう基本気絶してんねんけど、いいかいいか、もうお前が自分こうやと思うやったら言えよ、髪型、はい、お前これちゃうこれはこれでいこう、あ赤髪の、はいはいはい、白髪のとかね、はい、白髪のね、めっちゃ白髪までしたらお前ほんまあれやで、トキみたいな目回ってって言ってますよ、なんか回って回転後ろも見たい、回ってって、あの多分他の髪型でじゃない、はい、うん、ああこれよく美容室でやらされるやつね、こんな感じでーすって、こんな感じでどうですかって言って、なんて言ったらいいか分からないですね、あの全然いきますよね、こいつ絶対体型こいつ絶対全然いくんだよ、体型まだ出してるんですよ、はい、体型はちょっとまだ実装されてないです、はい、ボイスも選べんだ、体型はけど実際にこう、あ選べるようになります、なるってことですね、はい、今はってことね、はい、あのえ大きいちっちゃいとかってことですよね、横幅とか縦幅ってことですね、基本的にそうですね、予定では、うん、そうなってます、はい、いいじゃない、勇ましい聞いてみるよ、はい、うわ
いざまじ何回かどこを狙っている。あ、クールールだ。こう避けた後に言うよ。うっ、ふっ、うっ、ふっ、ふっ、ふっ、イケメンな、ふっ、おっと危ない。あ、いい、ええよ、ええよ、ええよ。まあ、そうですね、パートナーの妖精が選べます。パートナーの妖精、まあ、3種類の中からなんですけど、はい、で名前もつけれます。黄色と青と赤の子かな。青、もうこれも回転できるんじゃない。回転できます。回転できる、はい、回転、回転して。いや早いゆっくりゆっくり。おーおーおー、可愛らしい可愛らしい。妖精がパートナーで、まあ、旅の案内してくれたりとか、ね、サポートしてくれるってことですね。はい、はい、はるかちゃんです、うん、はい。まあ、もう俺がはるかちゃんだな。名前がやけに現代的ですよね。ゆい、ゆい、ゆい。ちょっとあの開発の仮の名前がちょっと入っちゃってますね。深田恭子、綾瀬はるか、新垣結衣から来た。おー、ぽいね。私の趣味ではないですよ。あ、そ、だ、誰か、うん、わかんない。スタッフの誰かが、スタッフの誰かが。ゴリゴリの趣味を今仮でつけてるってことですね。仮、仮、仮です。仮でつけてるんですけども、ユーザーの方にあの名前つけていただけるんで。あ、え、そうなんですか。そうです、そうです。あ、僕らがね、つけれるってことですか。つけれます、はい。ダメよ。帰んなって、お前、うん、スタッフさん泣いちゃうよ、お前。帰る、大丈夫です。俺の新垣結衣だ。そう。名前変えられちゃうっつって。楽器。喜ぶやろ、お前、そのスタッフさんが、お前。これ楽器。あ、ちょっと待って、マッチングキャンセルになっちゃった。時間が。ごめんなさい。もう一回行きますわ。お疲れ様。今日はどんな一日だった？プレイヤーが出品したものを購入できるようなシステムはあります。シャキーン、来たぜ。特性？はい。特性、俺は。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。特性何でもいいですか？特性何でも大丈夫です。あー、アタッカーですね。あ、それ、明治ですか、それ明治でしたっけ。明治です。あ、明治だったら何でも大丈夫です。はい、はい、で、下の入場をしてください。これ、こざえるか。はい、はい、OK です。来た来た。倉庫あります。来たかな？はいはいはい。で、ちょっと装備とかキャラが強すぎるんで、なんかあっという間に終わるような気はします。はい。まあ、戦術とかを見せる。まあ、これ強くしていただいてるキャラクターですね。そうですね。はい、じゃあもう進んで、よっ。あ、もうみんな入っているのかな。今、行動受付に行きました。はいはい、あ、入りましたね。では進んでいきますね。行きましょうか。はい。戦術試していきます。よっ。うわー。これを使うか。よっ。あれ、マンゴーさんの戦術を使ってますね。戦術が、どうしたの？戦術が、どのくらいに乗って、はい、あー、オンになってますね。よっ。よっ。いや、ちょっと。浜田さん。ウォリアー入った。はい。これは何もやってないですよ。で、戦ってくれてますよね。あ、すごい。お、すごい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 。ただデフォルトで用意されてるのはあまり賢く組んでないので、はい、うん、あのユーザーの方がもっと工夫して組んでいただけると。詳しく組んだりとかするそうなんですよね。これ今僕は触ってないんで、勝手にウォリアーが今スライム攻撃しますよね。これ。っていう形で行けるのが戦術ってですね、はい、オートセントしていただけると、はい、ユーザーが自由にカスタマイズできるの。なんかおるぞ、なんかおるぞ。あ、行ったれ長島。じゃあタンクの方。そうね、タンクがヘイトを行ってもらって、ロードを邪魔させないオークウォリアね。はい、祈りを捧げます。守る。これを使うか。学ぶぞ。くそ、オートセントこう、はい、ちかます。それ、いくぜ。うっ、止め。おい、意外とさっくりいけるよ。あ、強いからね。危ない。二段ジャンプが好き。よ、それ。いい、これ。よ、それ。おい、戦術、戦術いってますよ。かわせるかな。神聖なる。めっちゃ楽やもん。王座、
鉱山職員しょ、え、大丈夫職員大丈夫です職員でしょ、一応職員が暴動を起こしてるって設定ですから。あ、なるほど。それを僕らが鎮圧しに行ってるじゃないですか。鎮圧してる、はい。ダメだよこれ。ストライキみたいなもんですよね。そうですね。相手の意見もけど聞かなあかんで、ね、これそうですね、話し合いでね、できれば。確かに低賃金なのか、何でお前たちは行動してるんだろう。だけども攻撃してくるのはこっちはもう容赦せんぞということでね。このスタンプあっち行こうぜっつって、チャットであのスタンプを押せます。その、はい、これか。そこでいろいろスタンプ見事だね。いや渋いスタンプあるね何その見事だ、これか。いえ、そうです、見事だ。これハゲのおっさんが出てくるね、ちょっと。これを受けてみやがれ。これを使う槍を刺さります。めちゃくちゃいいなこれ。強そうなんですか。いそうね。さあどっちだ道は。この先か。あ、多くいるよ。多くでかい。多く多くダブルいるよ。回復して。使ってない。おお、いや、これで言われたらちょっと笑ってまうな。ヒゲおじさんが言われるとこれ僕進めるようになった。よっ、はい、すぐ行く。いいね。結構ズームしてるゴブリンとか見るとめっちゃしっかり。うわうわうわ、ほんまやね。作り込みすごいこれ。鉱山職員いるよ。またこれ女性の鉱山職員もいるよ。いいのかな戦いに。これ職員来て、あれにやっぱ褒められたいよね。はい、常に少女って言われちゃうから。なんかわいい。かわいいかわいい。女性ちゃんのね、泣いてるもん。じゃ向こうにもやっぱイブあるぞこれ。だいぶ。これはイブあるありますねこれは。結構こっち側の方がかわいそうな設定っぽいですけど、なんかね、なんかうわぁ戦車かっけえなこれ。じゃあアップに。これめっちゃいい。これまあ俺オートやからね。オートでこういう見る専門でいいね。なんか機械的なのと戦ったりとかさ。まあオートにするとこの、いや避けれるものを避けてないというかね。あ、それはありますね。ものに食らってしまう、はい、こういうのも設定変えれるってことですか。変えれますね。攻撃が向いたらちょっと離れたりとか。へぇ、やっぱ人が操作した方が。やっぱりそうですね、はい、あの攻撃の間合いというか、あのタイミングとかもやっぱねちょっと遅めですね、はい。あ、やばい、大範囲よ、大範囲よ。あー、あった。よっしゃーい。ここもフリースタイルだよ、ね、はい、いやでもね、こっちは DPS やね。まだスキル分かんないじゃん。もう19位まで上がってるの。あんな負け方で素晴らしいっつってお前19位なんつって潔いいいじゃん、すげえすげえ。まあ、この順位はあの今開発中ぐらいが適当なやつですからね。まだランキングが機能が入ってないので、入ってないです、ね、適当ですね、はい、適当ですからね、はい、はい、よし始まります。これは俺じゃないな、俺の画面か。はい、来ましたね、俺の画面だ。はい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 。守り抜きます。障壁、なにこれ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 。守りの障壁やってる。守り抜きます。おお、かっけえ。おお、すげえよ。いけいけいけ。壁ね、お前切れますか。クールタイムめっちゃ長いぞお前。230よ。お、食らった食らった。あ、お前あの壁は多分うまいこと使ったね。ああ、壁終わった。どうした？お前なんか遠目からなんか撃たれ、なんか撃たれてるぞ。お前銃弾みたいなの撃たれてんぞ。魔力よ、これを使い。フィールドを使って。魔王攻撃力アップって出たよ。これ何？はい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 、はい、集まれ魔力よ。集まれ魔力よ。これどうすんの？集まれ魔力よ。集めたらいいんじゃん。それで多分円の中に入れたね。そう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 。608。あ、あそこ継続ダメージなの？AOE。AOE いいよ。あ、これシュリーンいい。うん、シュリーンいいよ。いけいけいけ。おー、キエンザ撃たれてんぞお前。なんか受け切れますか。うわー、怖え。撃たれてる。そこだ。向こうはしかも回復持ってるからな。やばい、貫きやばい、はい、周りがかくなった。
銃弾撃たれんぞお前。銃弾消えますか。あと向こう回復してるから。受け切れますか。すぐには使えません。わあ、もう変身。これでどうですか。あ、近い。落ち着け。何これ何か、モア、モアにモアになってるよ。モアピーがモアになってる。落ち着け。何もできませんね。何もできない。いいやあれ当てるとああなるんだ。いいやもっともっと当てる。いや、モア変身めっちゃね。モア変身けよ。あの、うん、隙が多いのよ。いいよ、そのフィジカル能力いいよ。お前、たまにこうギュッてダブルやる。あぁ何してんの。これは、4人がワンフロアに降り立って、そうです、バトルロワイヤルなんで。バトルロワイヤルで、全員的です。1人勝ち上がるまで決まるとですね。なるほどね、はい、面白い。いいね。行こう。森田美が002ですか。私が002です。002ですね。はい、すごいな。0011が浜田さんです。森田さん刺さってますよ。あ、刺さってますよ。ダメ、反応が、反応ない。もしかしたらこれを裏返して入れてもいいのかしら。002今のうちだ。もう変身させる。はい、お前初手もう変身するの。さあ、じゃあ始まりました。このモア変身、誰もおらん。この4人モア変身、人に当てるのむずいな。この4人が、あ、002いた。そう、近くまで行かんと名前まで見えない。ちょっと002、オッケー、当てた。はい、あ、001が来た。やべえ、回復したい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 。行くぜ。やべえぞ。なんだこれ。これを使います。やー、もう変身。うぜやん、負けた。やられた。OK、 人倒した。あと森田さんと俺だ。一騎打ち、一騎打ち。おー、ちょっと待って、ホーミングあるぞ。あれやば、すげえ当たるんだよ。これジャンプしても食らうんか。すれば回避なんすか。食らわないかもしれない。クールタイムだね。あ、これを使うか。食らえ。まっすぐには使えねえ。あ、やばい。これを使うか。それ。これ面白い。いいね。ほら。神聖なる加護よ。あ、ちょっとジャンプでも食らうんかこれ。神聖なる加護よ。こうよね。はい、避け、あ、避けられないか。強いですね、こういう。あ、やばい、俺のも、やばい。ああ、助けられるんだ。やばい。あ、けど回復してプリンスは強っ。プリンスと、強えな。これを使う。やぶれ。これ回避。神聖なる加護よ。これを使うか。祈りを捧げます。捧げた。ああ、くそ。プリンスは強いじゃん。じゃあ私が主導で、マンマイさんが。これは、オートアタック1回打てば大丈夫です。はい、でそこからは手放しで戦っていく。はい、応援するのみですよ。そうね。要は野球ゲームとかで自分が育てたやつが勝手に戦ってくれるのを見るっていう。そうね。まあ、でもどんぐらいこれで戦えるかも気になりますからね。はいはい、ちょっと動くかどうか一回殴ってもらって。さて、この後暴れるかね。動いてないね。ちょっと待ってくださいね。メニューがない。で、闘技場のサイトってメニュー開けた。じゃあこれ戦術聞いてないか。ごめんなさい、聞いてないっすね。戦術聞いてないってことで。なるほど。すいません、手動でお願いします。手動で、手動で。じゃあ何を倒すよこれ。あの遠距離よりどこ狙ってんだ。うわぶったげ、くらえ。あ、でもいい感じ。返すのか。あれ、おれよっ、それやぶれ。うわぶったげ。えぇ、うわ。右下の他のスキルは。あ、分かりました。9月5日木曜日から2019年9月に、はい、11日水曜日。